その人たちは現在誰一人としてプロとして活動していません。なぜなら、どうも、ひなたです。さあ、早速今日もやっていこうと思います。今日は声優を目指す上で一番重要なことを喋っていこうと思います。これが抜けていると、これをないがしろにしていると、どんなに才能があっても、どんなに努力ができる人であっても、心が折れてやめていってしまいます。ちなみにこれはプロになってから、プロの声優になってから、仕事をし続けるプロの声優であり続ける時にもこれをないがしろにしてはいけません。それくらい重要なことなので、本気の人は最後まで見ていってください。それでは早速なんですけれども、その一番重要なこと、声優を目指す上で一番重要なことは何かっていうと、自分のメンタルをないがしろにしないことです。このメンタルをないがしろにしたがゆえに、どんなに才能があってどんなに努力ができたとしても消えていってしまうんですよ。僕は実際にそういう人を山ほど見てきました。僕の養成所時代、一番最初のクラスに入った時、僕はクラス全体の真ん中から真ん中よりちょい下ぐらいかなと思ってました。僕より才能もあって、その上で努力できる人がいっぱいいたんですよ。でもその人たちは現在誰一人としてプロとして活動していません。なぜなら、心が折れてしまったからです。才能もあって努力もできるにもかかわらず、メンタルというものをないがしろにしたがゆえに、せっかくの才能を開花させきることができなかったんですよ。これってめちゃめちゃもったいないじゃないですか。逆に僕は最初のクラスで真ん中から真ん中よりちょい下ぐらい、言ったらセンスもなかったし、ぶっちゃけ努力するのも苦手な人だったんですけれども、このメンタルに関してないがしろにしなかったから、コツ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 積み重ねて声のプロ、ナレーターにもなったし、プロの役者として舞台にも立ったし、なんだったら今現在演技の先生、演技スクールの代表をやるまでになったんですよ。それぐらいメンタルを大切にするかないがしろにするかで、あなたの未来は全然変わってきます。で、この動画を見ている声優志望者の多くの方が、自分がプロになれるのか不安だと悩んでる人ってめちゃめちゃ多いと思うんですよ。その人たちの悩みを解決するのに、僕が実際にどういうふうにメンタルを意識したのか、どうやってメンタルを扱ってきたのかっていうものを皆さんとシェアすることで、皆さんの悩みの解決につながるんじゃないかと思って、今回の動画を作るに至りました。では本題に入っていこうと思います。声優を目指す上でメンタルを崩す瞬間、心が折れる瞬間って、まあいろんなケースはあるけれども、大きく分けてこの2つかなって思うんですよ。まず1つ目が先生に演技を指摘された時、そして2つ目は成長している実感が持てない時です。じゃあ僕はこの2つをどうやって解決してきたかなんですけれども、その解決策は客観視することです。客観的に考えることで、メンタルが沈みやすい、心が折れやすい、この2つのケースを全て突破してきました。じゃあ具体的にどうやったのかをそれぞれ解説していこうと思います。例えば養成所で演技の発表をしました。で、演技を発表した後、先生からアドバイスをもらったりしますよね。ここの部分の滑舌があまり良くないねとか、抑揚があんまりついてないねとか、感情もっと出してって言われることあると思います。こういう風に言われた時って結構気持ち沈みません？うわー、こんなこともできないのかって沈みません？そんな時に客観視するっていうのを使ってください。その客観視の方法なんですけれども、そもそも養成所の先生、専門学校の先生はあなたの演技について指摘をしているんですか？それともあなたという人間性を指摘してるんですか？どっちです？どう考えても前者ですよね。あなたの人格を否定してるとか、あなたの人格がダメだっていう話をしてるんじゃなくて、あなたの演技を指摘しているだけなんです。どういうことかっていうと、例えるならこういう話です。あなた今靴紐ほどけてますよとか、あなたのここのボタン今外れてますよとか、襟が立っちゃってますよ、直してくださいって言ってるだけです。今日その格好で外出ると寒いから上着を着なさいって言ってるようなもんなんですよ。あなたという人間性を否定しているのではなく、言ってしまえばあなたの服装、あなたの装備品に関して言ってるだけです。あなたは服装を指摘されて傷つきますか？ボタンが外れていて、はあ、僕はなんでボタンを外してしまったんだ、なんで外れるようなボタンをつけてしまったんだって悩むってことあります？ないですよね。今の服装だと、今の装備品だと現場に対応できないから、外の寒さに耐えられないから上着1枚羽織りなさいって言ってるだけなんですよ。養成所だとの先生は
こういうことを言ってるんです。なのでアドバイスをもらった時に気持ちが沈みかけた時に、先生は僕の人格を否定しているのではなく、服装についての指摘をしているだけなんだ、服装レベルの話をしているんだ、というふうにちゃんと自分に言いましょう。ただアドバイスをもらって沈んでしまう人の気持ちもめちゃめちゃわかります。なぜなら過去僕もそれをやっていたからです。夢に向かって、目標に向かって真剣な人であればあるほど一生懸命演技のことを勉強するじゃないですか。一生懸命考えて考えて考え出したものをひねり出して表現として出してるから、演技っていうのはただの服装とか装備品なのにもかかわらず、ここまでが僕の人格、ここまでが僕の魂だと勘違いしてしまうんですよ、一生懸命がゆえに。でもさっき言った通り、先生は服装装備品のことを言っているだけであって、あなたのことを言っているわけじゃないです。先生とあなたで一緒にこの服装装備品を良くしていきましょうっていうことを言っているだけなんだっていうのを、頑張っている人ほどちゃんと客観視して自分に言い含めてあげないと折れていってしまうんですよ。なのでアドバイスをもらった時に沈みかけた自分に気づいた瞬間、違う、先生は人格のことを言ってるんじゃなくて服装のことを言ってるんだって言い聞かせましょう。そうすることで今抱えている演技についての問題を客観的に冷静に受け取ることができるから、その対処策も冷静に考えることができるんです。なのでぜひやってみてください。そして2つ目、成長の実感が持てない時の客観視の仕方について喋っていきます。まずこの動画を見ている皆さんは人間ですか、それとも人工知能 AI を搭載したロボットですか、どっちです？絶対人間ですよね。すごいくだらない質問なんですけども、これをちゃんと頭に入れといてください。まずロボットの成長の仕方っていうのはこんな感じです。どうぞ。ドン。はい、このように階段状です。何か新たな知識を手に入れたら、データを手に入れたら成長する、でそのまま推移して、また新たな何かを手に入れると成長してっていうふうに、こういうふうに階段状に上がっていきます。じゃあ一方人間はどうかっていうと、はい、こんな感じです。ドン。このように成長していきます。でなぜ人間はこのように成長していくかっていうと、人間には心があるからです。そしてその心の影響力がめちゃめちゃでかいからです。例えば前日にめちゃめちゃ嫌なことがあった、親友と喧嘩した、彼氏彼女と別れた、めちゃめちゃ気持ち沈みません？そんな沈んだ状況で、やる気の出ない状況であって、いいパフォーマンスができないっていうのはもう皆さん経験上知ってますよね。だから人間の成長ってこういうふうにくね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 って上がっていくんですよ。でこのくねくねの上に上がってる時はまだいいんですよ。心が折れる瞬間、メンタルを病んじゃう瞬間ってどういう時かっていうと、直前まで高かったところから次落ちた時に心を病んでしまうんです。この間できたのになんで今日はできないんだって落ち込んだことありません？家ではできたのになんで養成所でできないんだって悩んだことありません？これって高いところから低いところにちょっと落ちた瞬間なんですよ。この時に客観視が生きてくるんですよ。心が折れる瞬間、メンタルを病んじゃう瞬間で、この2点を比べてるんです。そうすると自分は成長してないんじゃないかって勘違いするんですよ。成長している実感が得られない、自分の才能がないと勘違いしてしまうんですよ。違う違う、比べるべきはこの2点です。スタート地点と今現在の地点を比べてください。成長してますよね。こことここを比べるから落ち込むんです。違います、スタート地点と現時点を比べてください。僕はもう講師をやっているからわかるんですけれども、生徒の皆さんが成長の実感がないだけで、自覚がないだけで、講師側から見たら着実に成長してるんですよ。にもかかわらず、人間一生懸命になればなるほど視野が狭くなっていくから、この成長のくねくね全体で自分のことを見られなくなって、この狭い範囲だけで自分を見て判断してしまう。だから成長していないと勘違いしちゃうんですよ。自分の才能がないと勘違いしちゃうんですよ。でも僕は心が折れそうな時、なんか自分成長してないんじゃないか、自分にセンスがないんじゃないかって思った時ほど、この全体図を見て、あ、養成所入った時ってこれぐらいのことしかできなかったよね、この程度のことで緊張してたよね、じゃあ今僕どれくらいのことができるようになった、確かにちょっとメンタルを崩してるし前回よりは悪いけど、スタートから比べたら全然伸びてるじゃん、じゃあ大丈夫だっていう風に自分の成長を客観視したんですよ。この視点を忘れないでください。
これをやってきたから僕は最初スタートの時点で養成所の真ん中かちょい下ぐらいだったんですけれども、心を完全に折り切ることなくコツ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 継続してきたから地理つもになって声のプロナレーターにもなったし、プロとして舞台に立つこともできたし、今こうして演技の先生、演技スクールの代表をできるまでになりました。だからメンタルを大切に扱ってコツコツ継続することが何よりも大切なんです。今この動画を見て心が折れそうになっている人がいたら、僕がやったみたいに客観視してみて物事を捉えると、あ、思い悩みすぎることはないんだな、やるべきことに集中しようっていう風になれます。その結果メンタルの強いあなたが手に入ります。はい、いかがだったでしょうか。この動画が良かったな、ためになったなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこうやってメンタルを扱う方法を知ったとしても、なかなか自分一人では難しいなっていう人も多いと思うんですよ。そう簡単にうまくいかねえよっていう人いると思います。僕も正直時間かかりました。そういう悩みを抱えている人は僕のスクールの方で体験レッスンなども行っているので、興味ある人はホームページの方をチェックしてみてください。僕は自分の生徒さんたちにどういうふうにメンタルを扱えばいいのか、どういう思考回路でいると心を折らないのか、どういうふうな視点で物事を捉えると成長している自分が実感できるのかっていうのをレッスン中にもうずっと言い続けてます。その成果もあって自分の教えてる生徒さんたちがどんどんメンタルが強くなって、どんどん明るくなって、どんどん素晴らしい表現ができるようになっています。そしてこれはやり方さえ間違えなければ誰でもできることです。そのお手伝いを僕は常日頃スクールのレッスンで心がけてます。なので一人で解決するのが難しいっていう人、体験レッスンもやってますので、興味あったらホームページチェックしてみてください。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ。